っと休もうか。リュカオンの目からはもうあの険しさはなくなっていました。僕の魂はあと少しで消えてしまう。今日が封印を解く最後のチャンスだったんだ。そんな、でも僕は間違っていた。悪魔なんて生贄のための心のない獣だと思っていた。死者と言ったね。君は僕なんかよりずっと純粋な心を持っているのかもしれない。リカオン、突然森中に響き渡る音とともに大きな光の柱が立ち上りました。ついにモルガナが魔導術を成功させ妖精たちの封印を消し去ったのです。そうよ、私のお師匠様ならあなたを助けられるかもしれない。まだ間に合うわ。お師匠様のところへ行くのよ。あなたをこんなところで死なせない。妖精王を名乗っていたプーカです。いつも子分を従えているのに不気味にも一人で現れました。見た目もボロボロですが油断はできません。悪いけど今はあんたに付き合ってる暇はないわ。静まれ、クワラワイよ。何時元の地に帰らんと欲するなら、この邪魔はするまい。ただし今わしにその白き獣の魂、偉大なら王への供物とすべし。プーカの狙いはリュカオンの魂でした。そしてプーカの言葉を聞いてセレッサは全てを理解しました。妖精王を裏切りリュカオンを封印したのはこのプーカなのです。卑怯者め。でも僕はもう逃げも隠れもしない。その代わり先に彼女をこの森から出してやるんだ。リュカオン、いいんだセレッサ、僕はもう助からない。リュカオン、しっかりして。あんたなんかにリュカオンは絶対に渡さない。嘘っぱちの妖精王なんてちっとも怖くないわ。今こそ白き獣の魂へ喰らいて我が王冠まことの光を得るなり。すごいものども、今日こそ古き時代は常闇にもし、新たな王国が夜明けを迎えぬ。妖精たちよ、集まれ。プーカが合図をした途端、森中から
ものすごい数の妖精が集まってきました。押し寄せる妖精たちの数にごくりと唾を飲み込むセレッサ。でもリュカオンの前からは一歩も動きません。その時です。チェシャは何も言わず駆け出しました。遥か遠くに立ち上る光の柱に向かって。風のような速さで走るチェシャ、その大きな背中のぬくもりがセレッサの心を奮い立たせます。津波のような妖精たちを振り切り、チェシャはついに森から抜け出しました。ところが、蛇のように絡みつく妖精の術、ものすごい力でセレッサたちを森の中へと引きずり込みます。絶対に諦めない。セレッサがそう思ったその時です。勢いよく吹き飛ばされて、木の葉のように宙を舞う妖精たち。それは見覚えのある大魔法でした。オルガナ、こわらわりやがな。まさかお前はあの魔女の。プーカはモルガナの魔導術で潰され、息絶えました。
男の子の魂が宿ってるの。早く助けてあげないと、その魂が消えてなくなっちゃう。お願い、モルガナ。モルガナは何も答えず、ただ狼の体を撫でています。不思議に思ったセレッサはモルガナの顔を覗き込みました。それはセレッサが見たこともないような優しく穏やかな顔でした。ところが、モルガナ、この子助けたい。この子をこんな風にした愚か者が何を言うのか。セレッサ、なぜその悪魔を生贄に捧げないのか。何のためにお前に魔導術を教えてきたと思ってるのか。モルガナは突然怒りをあらわにしてセレッサたちに襲いかかってきました。モルガナ、何を言ってるの。突然どうしちゃったの。これまでの訓練、その魔導機、そして森へ誘う夢、我が子リュカオンの封印を解くためにどれだけ手間をかけたと思っている。とどろく雷の音、ざわめく森の木、あたり一面を冷たい空気が包みます。これまで何十何百という見習いどもに魔導術を教え込み、森へ入るよう仕向けてきたというのに、ようやくあと一歩というところまで来て、お前に台無しにされてなるものか。練習に失敗してモルガナに叱られたことは何度もありました。でも今のモルガナは弟子を鍛える師匠の顔ではなく、憎しみに満ちた悪魔のような顔をしています。モルガナ、私、役立たずの小娘には用はない。我が子リュカオンのために、そのみすぼらしい悪魔の魂を今すぐ生贄に捧げてくれる。なるほど、悪魔ごときに情が湧いたというのか。その悪魔は如月の満月の夜にだけ生まれる闇の落とし子。その悪魔の魂が絶対に必要なのだ。お前がつまらない情で自由にしていいコッパ悪魔ではないのだ。モルガナ、私ちっともいい子じゃなかった。練習は失敗ばかりだし、言いつけも守らないし、いつも怒られてばかりだった。でも私はモルガナが大好きだった。厳しくて怖くて、だけど優しくて、本当のお母さんみたいに思ってたよ。一生懸命だったんだよ。夜だ。立て、こいつは敵だ。セレッサを奮い立たせるチェシャ。モルガナは今にも次の魔法で襲いかかってきそうです。でもセレッサは少しも動きません。
様。その時です。ぐったりしていたはずのリュカオンがモルガナの足元に駆け寄り、争いを止めようとすがりつきました。母様、もうやめて。僕はこんなことは望んでない。こんな母様は見たくない。リュカオン、すっかり混乱してしまって、今救ってあげるから待っておいて。モルガナは表情一つ変えず、リュカオンをその場から遠ざけました。セレッサ、お前は他の見習いよりも見どころのある子だった。きっといい魔女になれたことだろう。その情さえ捨てられていたならね。